今日も各地厳しい暑さになります。熱中症対策は万全に行うようにしてください。こちら暑さ指数のデータを朝9時から見ていきますと、もう午前中からですね、赤の表示厳重警戒というエリアが北日本から西日本にかけて広がります。そして午後の時間帯になってきますと、さらにこの危険度上がりまして、危険もしくは場所によっては非常に危険というレベルになってきます。こちら熱中症警戒アラートの情報を見ていきますと、こちら情報が出ている時点ですね、こちらご覧いただいていますけれども、北日本、青森からそして沖縄までですね、全国的にこの熱中症警戒アラートが出ています。各地この熱中症に厳重な警戒が必要な状況となっています。そして関東地方も厳しい暑さとなります。関東の天気アイコンと気温、ご覧いただきますと、このように各地晴れアイコンとなっています。そして気温見ていきますと、宇都宮35度そして前橋36度ということで、関東北部を中心に35度を超える猛暑日となるところもあります。そして関東南部も気温は上がりまして、東京の気温は34度となっています。今日は関東をはじめ全国的に気温が上がります。熱中症には厳重に警戒をしてください。